趣味を封印してまで仕事に打ち込んだという中曽さんここからはそのキャリアを振り返りますまずそもそもその日本銀行を目指されたいきさつというのをお伺いしてもらし <laughs>、はいですか私の高校にはですねあの、えー、目指す人物像として、えー、見学の三理想というのがありました ちょっとと申し上げますとですでね、はい 1> えー、1つ目が東西文化融合の我が民族理想を遂行する人物 2>, <ー>2番目が世界に誘非するに耐える人物<ー>、えー、3番目が自ら調べ自ら考える力のある人物<ー> 1>, で1番目と2番目は結構大変相互ですよねだけどやっぱりその若い心に響くものがありました。<ー>えーまあ、世界舞台にというね。 で大学に行ってからです、ね、今度はあのやはりです、ね、日本経済のために、まあ、公的な機関で働きたいなというふうに思うようになったんですね。うん、でその直接のきっかけはです、ね、ゼミの先輩に実はその前の,その日銀総裁の白川さんが、はい。 いらっしゃって彼がリクルートに来たんです。ああ白川さんだったです。彼はその時はですね、えー、若手の希営のエコノミストでした。はい、で彼のその中央銀行の中央銀行論って言うのかな非常にそのあの印象に残ってですねまあこれがあの、えー、一つのきっかけになりましたね今から思うと<ー>はいはいあのそれで実際に日銀に入られてなんかこう予想してたものと違うとか、はい、何か エピソードでございますか、はい。あの日本銀行の仕事っていうと、こう政策の企画立案をこうイメージするんですけれども。うんはい、実際はですね、その発見業務、あるいは金融調節業務、いずれもその現場の仕事がとても大事だということですね。うん、えー、私はですね、その新人時代に入って半年して、福岡支店に行ったんですね。はい、えー、それで、その現場のその業務っていうのを習得するんですね。最初にですね、地域経済の報告書を書くときに、書いたときに。 まあ、統計を見ながら書いたんですねで,できましたと言ってその係長に持ってったらですね、はい、係長はそれを見るやですね何見てきたんだっていうふうにこう、えー、大変、えー、怒ってその場でピリッと破いて投げ捨てたと「うんえー、お前現場見てないだろ」うと、えー、経済調査産業調査っていうのは実際に企業に行って生産の現場を見て経営者の目の色 声色、え、これを見て判断するんだよと、え、そういうやっぱりその現場を見なくてはならないということをね。あの、彼は、伝えたかったというふうに、思います。現場こそがね、あの、日本銀行の長銀行としての業務を支えているということが本当によくわかりました。日銀の金融市場局長として、市場の調節や危機管理に当たっていた二千八年。中曽さんは、あの、リーマンショックに遭遇します。 その一報が入った時っていうのは、これ連休明けの未明だった。っていうふうに思うんですけれども、この時のその印象、まずお聞かせいただけますか、はい。まずですね、リーマンは突然起きた話ではないんですね。はい、この予兆というのは、私はこう一年前くらいからあったと思います。次はどこだと。いう中で、こうリーマンの名前が、この上がっていた、すでにですね。え、そういう状況だったと思います。 で第一報が入ったのは日本時間のこの2008年9月15日の未明ですね、はい、私のところはニューヨーク連銀からまあ第一報が入りましたまあこの時はですねあのまく、あ、るべきものが来てしまったなとえ私自身はですねその公的関与がこうついたそのベアスタンズ型の救済っていうのを期待してたんですけれども、はい、結局そうならずその公的関与のないままにまあ 破綻処理生産処理ですね、うん、ですからまああの最悪のシナリオが実現してしまったなというふうに思いました、うん、その三日後に各国の中央銀行で,ですね、はいうん、あのドルスワップ協定ですかね、はい、これは、ね、あの共同声明を、うん、まあかなり迅速に発表したということでこのようなその連携というまあ危機対応ですよね、はい、あの こうすぐにできたっていうのはこれは何が背景にあったんでしょうか。うね、ええー、まあ危機が迫る中でですねあのまあ当時振り返りますと本当にこれは時間との競争で、えー、大変痺れる時間帯でした。で作業に当たったのはですねあのまあ当時私が小議長を務めておりましたビーアイスの市場委員会のこう主要メンバーでこのメンバーはですね主としてその各国の中央銀行で調節の実務の担当、えー、責任者ですね。はい 極めて専門家でありまして、まあえー、従来からですね2か月にいっぺんはバーゼルで会ってるようない、まあ、わばこのお互い気心が知れたその間柄だったということが迅速の対応を可能にしたと思うんですね、うん、それからやっぱり大きいのは、まあ、自分たちの後ろにはもう誰もいないんだと、うん、自分たちがこの危機を食い止める最後の防衛戦なのだという、まあ、強い使命感これにこうみんな支えられてってことが、まあ、結果として3日でこの成し遂げた。 大きな背景だったといいううふうに思いますねこの後グローバルで進む金融政策の二極化それぞれの背景と今後についてクロッシングトーク。